一月三十一日、松山大学で来年度の新入生に配布するガイドブックの制作作業が行われました。このガイドブックは大学の取り組みや特色などを新入生に知ってもらおうと。松山大学経営学部が十年ほど前から毎年この時期に制作しているものです。この日は経営学部の学生六人が参加し。去年のガイドブックを参考にしながら。 掲載する写真のレイアウトや紹介記事の内容について意見を交わしました4月は不安とかもあると思うんですけどこれ読んでいろいろ役に立ててもらったらいいなと思います。大学のこととかいろいろ分かってないと思うのでその全部100%完璧にっていうわけじゃないんですけど大体大学ってどういうイメージかっていうのをもっと具体化できるような。 ガイドブックにできたらいいいなと思います大学に入る前に抱いているその大学に対する明るいイメージとかをあの卒業までずっと持ち続けてあ、やっぱ大学っていいとこだなと思ってもらえるように、はい、そう感じてもらえたらいいなと思います学生たちのアイデアが詰まったガイドブックは、3月末に完成する予定で、4月に経営学部に入学する新入生およそ400人に配られるということです。